リッティクごとく・ゴトクはインドの映画監督。記事・ベンガル地方の文化を題材としたイデオロギー色の強い作品で知られる。近年は史上あふれる美しい映像が英語圏を中心に高く評価され、サタジットレイと並ぶベンガル語映画の重要作家とみなされるようになった。小説家、劇作家としても多くの作品を残した。ゴトクの肖像を載せたインドの切手。 背景の画像は映画、雲の影星宿る。ゴト徳は1925年、現バングラデシュのダッカに生まれ、青年期の大半を東ベンガルで過ごした。1943年のベンガル大飢饉、そして1947年のバングラデシュ分離特立を機にコルコタ移住し、ここでまず演劇と深く関わるようになった。当時のインドで多くの若者を捉えていたインド、 人民演劇協会は、インド全土に及ぶ国民的な演劇運動で、インド共産党の強い影響下に、経済格差やイギリス帝国主義を厳しく求断する演劇作品を制作し各地で上演していた。1948年、古徳は、コルコタにある演劇協会の西ベンガル州支部に制作スタッフ、俳優として参加後、やがて自作を上演するようになる。 また演出家としてゴーゴリなどロシアの擬曲を主に手掛け、この時、スタニスラフスキーシステムとブレヒトの演劇手法を深く研究したと言われる。同時に、この頃のインドでは国民に対する啓発手法として映画も大きな注目を集めており、ごとくも演劇協会を通じて知り合った映画監督志願者たちとグループを組織して各国の映画を上映、議論するようになった。 ごとくが初めて本格的に映画制作に関わったのは1950年に俳優としてネマイゴーシュの奪われた者たちに出演した時である。この作品はベンガル語映画では最初期のリアリズム作品でバングラデシュの分離独立を機にコルコタへ移住する東、ベンガル地方の農民たちが描かれている。制作は演劇協会の全面的支援を受けてコルコタの駅を ロケ地に使用し、現地の農民を俳優として作品に登場させている。1952年、コルコタをはじめとする国内4都市でインド初の国際映画祭が開催され、これが、ゴトクや、サタジットレイなど、ベンガル語の若い監督志願者にとって大きな転機となった。映画祭では、デシーカ、自転車泥棒や黒沢明、ラ・ショモンなどが初めてインドの観客に公開され、 緊密な物語構成や映像のリアリズムが巨大な衝撃を与えたと言われる。インドで映画というメディアへの注目が映画祭でさらに高まったことに後押しされ、五徳は1952年に初の長編映画、市民を制作する。この作品で五徳の関心は、記事ベンガル地方で暮らす人々の文化的アイデンティティに集中しており、それがイギリスの植民地支配、続いて、 独立戦争によって激しく動揺する様をリアリズムの手法でつぶさに描いている。以後、ゴトクは俳優としても活動を続け、インドにおけるベンガル文化の解説者として様々なメディアに寄稿するようになってゆく。1960年代にはアルコール依存症に苦しみ、1976年死去。生涯に長編8本、ドキュメンタリー10本の作品を残した。 ごとくの映画作品の多くは、コルコタ大都市圏で暮らす、中産階級の文化的葛藤やインド社会の変化を主題とするメロドラマで、そこに鋭い政治的風刺が織り込まれている点に、大きな特徴がある。現在ごとくは、インド映画の多くを占めるボリウッドスタイルの、娯楽映画とは一線を画する、芸術性の高い作品を作る作家として、サタジットレイと並ぶ、重要監督とみなされている。 長編では、雲の影星やドルやティタシュという名の川が、独自の画面構成手法やロシア演劇の影響を色、濃く残す演出などで特に高く評価されている。1950年代から、カンヌやベネツィアの国際映画祭で受賞し世界的な、名声に包まれたサタジットレと異なり、晩年まで、五徳の知名度は、インド国内に限定されていた。 しかし1990年代以降ご得作品の修復作業が進み、国外の映画祭での特集上映や DVD 発売が続いたことから、英語圏を中心に再評価の機運が高まった。2019年にはニューヨークの映画協会が長編映画の全作品上映を行ったほか、コロンビア大学などで思想家のガヤトリスピバクラの主催するシンポジウムが開かれている。 ありがとうございます。